はい、カッパの蛾次郎、作っていこうと思います。このプラモデルは、材質が ABS ですので、ちょっとね、接着剤を、考えないといけないです。このカッパの蛾次郎なんですけれども、福崎町ですかね、の観光協会が、企画販売しているものです。できればね、このシリーズ、どんどん行ってもらいたいところなんですけれども、なかなかね、お金かかるんで難しいかなとは思うんですよね。で、材質が ABS ですので、接着剤が本来 ABS 用の接着剤を使うんですけれども、今回、合わせ目消しも考えてですね、なんだっけな、瞬間接着剤を使って、接着していきます。で、ついでにパテの代わりにもなりますので、これで合わせ目を、消していく形にしようかなと思っています。今ちょっとこれ切り出していって、これ8倍速でいってます。8倍速ですね。で、これ、瞬間クリアパテかな、タミヤの、ものを、使って今接着してますね。で、硬化スプレーで、硬化させて、合わせ目消し等をやるということですね。このクリアパテなんですけれども、非常に削りやすい、瞬間接着剤ですので、瞬間接着剤って普通の、売ってるものですと、硬くなってしまうんですけれども、これは非常にプラスチックに近い硬度、硬さを持ってますの、になってますので、非常に削りやすくて成形しやすい、瞬間接着剤です。で、ここで、合わせ目消しをやっていくんですけども、モールドっていうか、皮膚の感じのモールド、鱗みたいな感じになってますけれども、これをね、消さないように、やっていくのが結構めんどくさいというか、ですね。あんまりやりすぎると、真っ平らになっちゃいますので、平らになってきちゃって、せっかくのモールドが、なくなってしまいますので、この辺はほどほどにというところですね。これ、顎と下の部分ですね。で、説明書が非常に分かりにくくて、これどうやってつけるんだろうとかちょっと思ったんですけれども、要は下をつけて、下顎をつける、これ上顎も別になってまして、上顎をくっつけて、下をくっつけて、下顎をくっつけるという形ですね。で、ちょっとね、成形しないと、くっつかないところがありまして、入らないところがありましてですね、ちょっと端っこ切ったりなんかしてます。今これ上顎をくっつけましたね。で、これが下がまた、綺麗に収まらないんで、ちょっと、削って成形してます。よいしょ。これあれですね。これは多分隙間が空いてたんで、そこを再度埋めた感じですね。再度埋めたっていうのは、これあれですね。多分下顎をくっつけた時に、瞬間接着剤剥がれましたね。瞬着の場合、どうしても、なんつうんですかね、割れちゃうんですよね。癒着してるわけじゃないので、強く、引っ張ったりすると、簡単に剥がれたりしますので、これでやっと下なんですけどね。またこれもダボが入ってるわけでもないので、角度がね、なかなか綺麗に決まらないということで、はい、ここで一応全部、組み立て終わりまして、で、サーフェスは吹いています。で、サーフェスは本来は ABS に対して、ラッカーはちょっと、材質との相性悪いんですけれども、サーフェサーは、割かし、すぐ乾きますので、
まあ、大丈夫だろうということで、塗っています。場合によってはね、ABS を犯しちゃって、割れる場合もありますので、この辺あんまりたっぷりめに塗るというよりも、さっと塗って、合わせ目を見るぐらいですね。あと、この後塗る、塗料の食いつきを良くするということで、一応、サーフェイサーを塗っています。まあ、水性塗料のね、なんていうんですか、下地塗装の方がいいんでしょうけれどもね。まあ、この辺は、そのためだけに買うのもなんなんで、今回これでやっています。で、サーフェイサー、エアブラシでね、塗布しちゃった方が楽なんで、な感じでやっています。で、一応、合わせ目消し、ね、してますので、合わせ目は多分消えているだろうというところですね。顎の部分とか結構、隙間が空きますので、この辺、綺麗に、消えてるかどうかというところですね。まあ、結局は、シワとかでごまかしてるところがあります。どうしてもしょうがないところはシワを刻んじゃうということをやってます。で、色なんですけれども、一応箱絵っぽく、塗ります。なんか、カッパっていうと緑のイメージがあるんですけども、まあ、このカッパはちょっと、なんていうんですか、一般的なイメージのカッパとちょっと違うっぽいので、なんていうんですかね、爬虫類っぽい、感じのカッパですよね。ですので、まあそんなような感じで、やっぱり箱絵のやつが、良さげだなっていうことで、そんなような色で塗ろうと思っているところですね。ということで、塗っていくんですけども、今回アクリルガッシュをまあ、毎度のことながら使っています。色がね、なんていうんですかね、値段が安いのと、溶くもの、なんていうんですかね、薄めるものを水じゃなくて、アクリル用、タミヤのアクリル用の溶剤、で薄めますと、意外にこの食いつきがいいですので、筆塗り、結構重宝します。私の場合ですけどね。で、伸びもいいんで、少量で塗れますし、隠蔽力も非常に高いですので、一発で下地を隠してしまいますので、非常に重宝します。ですので、まあ、1セット、いや、1セット安いですので、まあ、あると、ちょこちょこ塗るのには便利じゃないかなと思います。はい、ちょっと途中ですけれども、今回はここまでということで、次回もよろしくお願いいたします。